その正月帰った時にその兄貴の、まあ、奥さん、まあ、自分の母親と一緒にキッチンに入って料理をしてるっていうのがなんかすごい新鮮に感じて、ファミリーを持ちたいなっていうのはそこで強く持ちましたね。結婚ってやっぱり一つこうある種、まあ、一緒に人生をこう戦い抜くみたいなとこあると思うんで、自分もその人の味方でいたいし、一番の相手もそうあってくれたら嬉しいなとは思いますけど。中学校の時に初めてこう女の子と付き合った時、その当時からそのお付き合いするイコール結婚を想像できるっていう人としか付き合ってきた感覚はなくて、ちょっときついぐらいピュアなのかもしれなくて、自分で言うべきじゃないんですけど、結婚の時の温度感って結構高いと思って、そこがどうしてもやっぱ時間が経つとじゃだんだん低くなってきてしまうのはしょうがないと思って、だけどそれでもこの人のことをやはり守っていきたいとか寄り添っていきたいっていうふうに思えるかっていうのは重要視してるところになるかなと思ってます。一切気を使わなくても、もう今日何する、もうゴロゴロしてようぜとかでも、なんかやっぱこの人と隣で横になっててなんか落ち着くなとか、70、80とかになって手つないで歩けるようなおじいちゃんおばあちゃんがいいなみたいな。はい、こんにちは。こんにちは。初めまして。初めまして。